はい、こんにちは。今日はですね、コートジボワールの首都アビジャンから、ガーナの首都のアクラですね。まあ、このガーナっていうのは、イギリス領だったんですけどね、ずっと。まあ、日本でも有名なガーナチョコレートで、あれ、ロッテだったかな。まあ、カカオが有名だったり、あと金とかが取れたんですね。昔はここはですね、黄金海岸と言われてましてね、ギニア湾のこと、金が取れたっていうのもあったり、まあギニアの首都、あ、でギニアじゃないわ、ガーナだな、ガーナ ガーナですね。これややこしいんですよね。ガーナっていうところと、あとね、ギニアっていう国もあったよ、これ。そう、ギニアっていう国もあるからややこしいんですよね。セネガルの南にギニアっていう国があるんですね。で、こっちはガーナなんですよ。これ、スペルで言うと似てると思うんですけどね。そもそもこれガーナってどういう意味だ？これを知るのは、これちょっと大事ですね。ギニア。語源。ギニアの国名の由来には諸説ある。ちょっと書いてないですね。ギニア、ガーナ、ギニアの歴史。ちょっと書いてないか。まあ、おそらく現地の言葉なんでしょうね。現地の言葉で、なんでしょうね。何かを表すんでしょうね。これね、ちょっと全然関係ないんですけど、地球儀で、世界に大陸っていうのは6つありましてね。まあ、この南米、北米とアフリカとユーラシア、オーストラリア、あと1個あるんですよ。それは南極大陸なんですね。このね、南極大陸はメルカトルを見ると忘れてしまいがちなんですけど、めちゃくちゃでかいんです。これオーストラリア大陸の2倍あるんですね。これがオーストラリアですけど、2倍あるんですよ。南極大陸の何か利用方法が分かればね、すごい画期的だと思うんですけど、まあめちゃくちゃ大きいんです。オーストラリアの2倍あります。でもメルカトルで見ると、下の方に直線で出てくるんで分からないんですね。あ、ちなみにね、ユーラシア大陸っていうのはユーロアジアっていう意味ですよ。ヨーロッパとアジアをつなげて、ユーロアジアっていうのがユーラシアになるんで、これ案外知らないんですけどね、みんな。ユーロアジアですね。あれ、確かね、アフリカとユーラシアって最初はつながってなかったんですよね。ゴンドワナ大陸っていうので、南米とアフリカとかが一緒だったんでしょ、確かね。で、それがユーラシアと、確かね、ぶつかったはずなんですよ。すごいですね、ゴンドワナ大陸とかね。まあ、アフリカといっても、ここのね、コートジボワールなんか行くと、まあこういうふうに飛行場も整備されてますよね。結構裕福なんでしょうね。
アビジャンの街もね、高層ビルがすごい建っててね、驚きましたけどね。まあこの辺まで来るとね、ちょっと建物は低いですけど、まあ2022年もね、もうすぐ終わりですね。あと10日ぐらいで終わりますけどね。まあ毎年やっぱりこの時期になると早いなと思いますね、1年が。まあ、最近のテーマはね、1日に決めているトゥードゥーリストを減らすっていうのがね、自分の中でテーマになってるんですけど、いまだにやっぱり減らせないのが、その米国株の情報を読むっていうのが、まあ、それをね、ちょっと、もうやめたいなとは思ってるんですね。っていうのはね、大体ね、その経済の問題ってあらかた解決してるんですよね、すでに。もうすぐインフレはもうピークアウトしましたし、まあ、あとはそれが残り火がどれぐらい続いているかっていう話なんで、いつかは来年のどっかでも利下げになるのは明らかなんですよね。で、コロナも大体ね、収まってきましたし、まあ、日本はちょっとまだ、ぶり返してますけど、まああとは戦争ですけどね、まあ大きな何か流れの進展が変わるなんていうことはないと思いますし、だから私はね、2023年の株価っていうのはものすごく、まあ多少ボラティリティはあるにしてもだんだん上がっていくと見てますね。だからまあ、それにね、毎日経済記事を小難しいやつをたくさん読んでるんですけど、まあそれ読んだからといってどうなんだっていうのもあるわけです。実際米航空株持ってますけど含み損になってるんですね。じゃあその経済記事を読んで、じゃあそれを損切りしようかとかね、そういうふうにはおそらくならないんですね。まあ、なんでこう毎日の経済記事を読んでるのは、なんで読んでるんですかって言われたら、まあそのゆくゆく上がるからっていう気休めのために読んでるんですよ、多分。自分を安心させる安心材料として読んでるんですね。だから別に安心しなくても不安でも、結局はその損切りしないんだったら、まああんまり読んでも意味ないんですよね。まあ、そのトゥードゥーリストにして読まなければいけないというふうにしてるんで、確かにその経済の知識っていうものはどんどん上がっていくんですけど、まあ、それはそれでいいんですけど、ただそれの一方で、まあ負荷がかかるわけですよね。毎日の負荷がかかるわけなんで、まあ、それがちょっとメンタル上良くないっていうね、まあ、そういう面がありますから、メンタルに負荷をかければかけるほど生産性は上がるんですけど、あるいはリターンは増えるんですけど、まあその分やっぱりこうメンタルにダメージが与えられて、まあ健康を害したりとかですね、最悪の場合は鬱になったりするわけです。だからなるべくね、そこのトゥードゥーリストの問題は一長一短あるんですよ。几帳面な人ほどこういうものをね、真面目にやろうとするからね。それがかえって、まあ例えばそれをやりすぎたことによって鬱になってしまって、じゃあ1年間何にも活動ができなくなりましたってなると、
まあこれトータルで見たら損失の方が大きいですからね。それよりはまあ一日一日は適当でもちょこちょこつまみ食いする形で記事を読んだ方が、まあ0か1かで言ったら、まあリターンが大きいわけですよね。うん。まあですから何事もほどほどにするのがいいんです。元はといえばね、これだけ航空株が気になるのはなぜかというと、結構そのエクスポージャーを大きくしてるからなんですよ。例えば資産の10分の1で買ってるんだったらあんまり気にならないはずなんですね。その割合を大きくしてやってるから気になるわけであって、まあこの辺もですね、ちょっとやり方としてはまずいわけです。欲が勝ってしまってるんですよ。もっとお金を増やそうという欲が勝ってしまっているから、エクスポージャーを広げすぎて、それのボラティリティによっては精神的に圧迫されるわけですよね、その下がっている場合は。まあ、これは皆さんもご経験があると思いますんで。まあただ全体としてはどうなんでしょう。2023年にかけてですね、まあに、まあ、例えばじゃあ2023年の年末を見てみるとね、株価は今より下がってますかってことなんですけど、僕は多分上がってると思いますよ。ダウで言ったら、まあ、3万5千とか3万6千になってると思いますけどね。今だいたい3万3千でしょ。で、来年の年末どうですかって言ったら、やっぱり3万6千ぐらいにはなってる。まあ、つまり、10% ぐらい上がってるんじゃないかと。そんな爆上げはしないと思うんだけど、でまた来年の前半なんかはね、結構調整が来る可能性あります。それはやっぱりリセッションが現実のものになりつつありますから。特に今まで調子の良かった新車自動車ですね、それがどっかで調整が来ると思うんで。で自動車産業って結構ボリュームが大きいし、経済のシェアが大きいからね、あれがちょっとこけるとですね、各産業にやっぱり波及してしまうんですよね。自動車メーカーだけじゃなくて、下請けの素材メーカー、部品メーカー、エアバッグ、シートベルト、カーオーディオ、ね、シート、それから製鉄関係もダメージ受けますし、あとは化学、ケミカルの分野とかね、もうとにかく自動車というのは総合産業ですから、もっと言ったら液晶とか有機EL なんかもダメージを受けますよね。半導体もそうですし。なんでね、結構自動車っていうのはまだまだ大きいんですよね。モーターだとかコンバーター、インバーター、あとは EV 関係ですとかね。 EV って言ったらまたさらに細分化されて、セパレーターとか電極とかですね、まあいろいろなその総合産業なんですよね。あとはブリヂストンとかのタイヤもそうだし、ワイヤーハーネスなんかもそうですね。それからまあいろいろな、まあとにかくで、普通のガソリンエンジン車でもバッテリーは積んでますからね。ハイブリッドだったらリチウムイオンとか結構必要ですからね。まあだからね、ものすごく裾野が広いわけなんですよね。だから新車のね、ちょっとはさかい期で、要は あの業界ってコロナ需要で結構需要が高まってたんだけど、サプライチェーンがダメージを受けて十分に供給できなかったんですよね。ですから、この3年間で車の需要があるにもかかわらず満たされなかったことで、まあ、ペントアップが発生してですね、いまだに新車価格って高いでしょ。でまだトヨタのね、人気車なんかは納期がものすごく半年ぐらいかかりますよね。
まあ、あれはですね、まあ、特にワイヤーハーネスが足りないって言われてて、でその生産国がインドネシアが多いんだけど、実はあれ半導体っていうよりもね、あのワイヤーハーネスが足りないっていうのが実際のところらしいですよね。まあ、ワイヤーハーネスというのは何かというと、CAN って言いましてね、カーエリアネットワークっていう、まあ、LAN みたいな、LAN線みたいなものが、あの車の中に張り巡らされてまして、例えばテールランプをつけるときも、そのブレーキの部品から、まあ、その電線がテールランプの方まで行ってますんでですね、まあ、そういうのを延長するとね、1台あたり何万、1万キロぐらい、確かね、ものすごい距離、総延長でいくとね、長いんですよね。1台あたりの、その、CAN のですね、まあ、CAN とか、その、まあ、実際の電線とかを合わせると、まあ、そういうのを一緒くたにして、ワイヤーハーネスにするんですけど、それがねすごいんですよね、長さが。まあだけど一方では失業率が低いんでね、そこまで買い控えが起きるようになるとも限らないし、銀行の自己資本比率が高いんで、結構そのお金を貸してくれるんですよね。あとはそうだから、失業率が低いから、それなりにみんな貯蓄を持ってるんですね。でまたフリーキャッシュも持ってるから、自分でも買うし、あと手元現金がない場合はローンを組んで買いますね。でちょっと金利が高いですけど、まあそうは言っても 5% ぐらいなんでね、まあ、買えないものじゃないですよね。車ぐらいだったらローンで買おうと思う人は結構多いわけですよね。で、まあ、銀行も自己資本比率が高いから、貸し倒れ引き当て金というのをそんなに、まあ、まだまだ結構引き当てられるんで、自己資本比率が小さくなってくるとね、貸し倒れ引き当て金を積めなくなってくるから、あんまり貸せなくなってくるんですね。でもそれも余力があるんで、まだまだ貸せますよ。貸せますし、手元現金も多いし、貯蓄もあるから、でまた失業率が低いから給料がね継続的に入ってくるから、まあそう考えるとね、そこまで起きない、リセッションはそこまで起きないんじゃないかと思いますけどね。ただ私はちょっと心配しているのは、中国がコロナのですね、パンデミックがちょっと広がらないかなっていうのはちょっと思ってますね。あそこの国はね、ろくにね、ファイザーとか、の先進的なですね、ワクチンを売ってないからね、シノバックとか中国製のね、あんまり効果性が低いものを売ってるんですね。でまた14億人いますし、で田舎の方行くと医療体制が不十分ですから、あそこがパンデミックになるとね、ちょっと本当に中国の活動というかですね、経済活動がまず麻痺しちゃって、でまた前みたいな極端な行動制限に踏み切る可能性もあるんで、ちょっと私はね、それがねどうかなっていうのはありますね。うん、リセッションよりもそれかな。でまあ、あとは戦争ですけど、戦争はね、まあ、結局ロシアの兵器をね、兵器弾薬を使い尽くすまでは終わらないです。これはもうよくなんだっけ、政変が起きたりとかですね、
クーデターが起きたり軍が反乱を起こしたりとか、まあ、そういうことを言う人もいるんですけど、多分それは起こらなくて、っていうのはね、多くの国民がウクライナはけしからんと思ってるんです。やっぱり NATO にすり寄りやがってと、そういうのは思ってるんで、やっぱり国民の大部分がそう思ってる以上はですね、やっぱりそこの基本的なラインというのは崩れないんですよね。ということはもう本当にね、まあ極端な話、弾薬を使い尽くすまで終わりませんね。動員でもですね、第2次動員、第3次動員ってかけていけば、兵隊自身はね、あの国はもう無限に出てきますんで、まあそういう国ですからね、法律でそういうふうにもうやってしまえば、まあ大統領令でもいいんですけど、やってしまえばもう逆らえませんので、その兵隊の数自身は出てくるんだけど、大砲とか弾薬がなくなってしまえば、それはもうさすがに攻めれませんからね。竹槍で行くわけにいかないんで。戦国時代だったら竹槍持って合戦に行けますけどね、今はそうはいかないんで。まあ元から分かっていたことなんです。これは弾薬が尽きるまで終わらないっていうのは前から言われてたことなんですけど、それにしても案外しつこいなということが分かっている。実際はね、その多くの指揮者はですね、もう秋ぐらいには尽きるだろうと言ってたんですけど、12月になっても尽きないんですよ。ですから初期手持ち量が予想よりもかなり大きかったっていうことですよね。まあ、あとはある程度旧式の弾薬だったら、まあ生産できているのかもしれないし、って言ってもですね、精密誘導弾はもうだいぶ少なくなってきてるし、今みたいなその派手な攻撃、キエフとかに対する長距離の派手な攻撃はもうできなくなっていきますし、うん、弾薬もですね、弾薬だけあっても撃つ砲がないとダメなんですね。で、砲というのはだいたい何百回何百発撃てば終わりっていうふうに寿命がありますんで、でじゃあその砲身を何本も何本もスペアがあるとは思えないし、でそれを生産するといっても限界がありますから、どっかでですね、もう撃ち尽くしてしまう、まあ、撃ち尽くすというのは弾薬はあるんだけどもう砲が持たないですよっていう風になるんで、まあ、結果的に弾薬がないのと同じことになっちゃうんですけど、でまあ戦車とかって、もうロシア軍の戦車とか装甲車もあるんですけど、もう実質的にですね有効な戦力になってないんですよね。うん、やっぱジャベリンとかね、西側の精密誘導がものすごいから、丸腰で戦車で出ていっても動く棺桶って言われているんでね、まあやられにいってるようなものなんですよ。本当にね、もうやられにいってるようなもんです。動く棺桶になってしまっていて、まあ、戦車というのはそもそも近距離でですね、まあ、せいぜい4キロ先ぐらいまでしか撃てませんので、出ていったらもう西側のスティンガーがジャベリンがあったらですね、もうこれは完全にやられてしまうんです。そもそもアンシスコープとかも不十分ですし、レーダーももうレーダーがねあんまり、まあ、レーダーとかあとドローンで偵察能力もかなりロシア軍は弱ってますからね。まあ、そんなところに戦車を出してきたって、まあいいカモが来たみたいな
ネギを背負ったカモみたいなもんですからね。ということでやっぱりですね、今後の決め手になるのは、まあ、榴弾砲なんですね。ロシアの榴弾砲がどれぐらいあるのか、あるいは自走砲がどれぐらいあるのかってこれなんですよね。まあこれも結局ですね、20キロぐらいの射程しかありませんので、まあ、ハイマースとか使えばもう全然アウトレンジから攻撃できるんですよね。でいかにそれを発見して砲兵隊に無線で教えて撃つかということを繰り返してるわけですね。あの特殊部隊、浸透した特殊部隊だとかドローンとかあと衛星画像とかでもう見つけ次第ですね、あのバックヤードにいる砲兵隊に連絡して撃つと。で西側の場合、あの普通の榴弾砲でもエクスカリバーとか使うと40キロぐらい撃てますので、まああの普通のロシアの152ミリよりも遠くまで届くんでですね、まあその点も結局アウトレンジになるわけですね。まあ敵が届かない範囲から撃つことができると。まあそうなるとね、もう後手後手に回っていくんですね、ロシア軍っていうのは。もう焼けっぱちで T-72 とかで一斉突撃、まあそういうしてくることもあると思うんですね、バフムートとかでは。でも突撃できたら北でジャベリンで待ち構えますし、まあその砲兵隊で命令すればですね、まあ精密射撃をできますので、もういや戦術がね、かなりもうロシアの方は限られてしまってます。今まではまだそれにプラスして巡航ミサイルとか弾道弾である程度長距離攻撃をできたんですけど、それも最近はもう残り手持ち量がなくなってるんで、それもできなくなってますよね。でやったとしても S300 とかの作薬量の少ないやつですから、ダメージも少ないと。本来はね、 S300 なんかをそんな無駄打ちはしない方がいいんですよ。あの作るのに相当お金かかりますからね、あれは。本来は対空ミサイルとして使うもんですから、それを対地に改造して使うとかはね、もったいないはずなんです、そのコストの面から考えればね。まあそれはロシア軍も分かってると思いますけど、であのミグとかスホーイとか結構高性能な飛行機もまだかなり温存してますんでね、まあ温存してるというか、まあ実際は稼働できないんですけどね、あのレーダーも電子戦能力が低いから、実際ちょっと出ていくとやられちゃうんで出てこないんですけどね。まあ来年は黙ってても上がると思うんですけどね。来年は黙ってても株が上がるんじゃないかと。ボラティリティっていうのは常にありますから、下がる局面もあると思うんですけど、まあ結果的には上がるのかなと。よく最終的なリターンをボラティリティで割るっていう、あのリスクレシオみたいなものがありまして、例えば1年間で 30% 最終的には株が上がったけど、だけどボラティリティは 40% でした。要はあのマイナス方向に一時的に 40% 下がってしまったとしますよね。でそれを比率で表すような評価方法もあるんですけど、もちろんね、リターンが30あるってことの方が最終的な話なんで大事なんだけど、その過程で 40% 下がるってことはちょっと資産としてはリスクが大きすぎるんじゃないですかっていう、まあ、そういう評価になるわけですよね。
リターンが小さくてもボラティリティも小さいようなものの方が、まあ、大きな運用主体にとっては安全なんですよね。まあ得てしてね、リターンが大きいものほどボラティリティも大きいですよ、うん、ですからあんまりそんな美味しすぎるものっていうのはないわけですよね。で皆さん欲が深いんでリターンを大きく求めますよね。そしたら当然理屈上ボラティリティも大きい商品なんで、そのボラティリティがマイナスになった時に、マイナスに大きく触れた時に売らされてしまうんですね。これが素人投資家のいつもやる手口でして、だいたいそういう時って欲が出てるから、信用で倍率をかけて、まあ、つまり借金をして買うんですよね。であとは証拠金で20分の1とかのお金だけ入れてですね、まあ、あれも言っちゃえば残り19を借金して買ってるようなもんだから、その時にリターンを求めすぎるからボラティリティも大きいから、マイナスボラティリティになった時にその証拠金とか融資でね、最低額の割ってしまって強制決済になっちゃうんです。まあ、それがだいたい個人投資家で始めるとパターンとしてね、それでやられちゃうわけです、みんな。まあなんでかって欲が深いんですね。うん、でまあ欲が深いのはいいんだけど、現物であることですね。現物でやってボラティリティ、もちろんそのリターンが高いってことはボラティリティも高いんですよ。だからそのボラティリティが極限までいった時でも耐えられるぐらいにしとかないとダメなんですね。これがね重要で、やっぱりそのバフェットさんとかロジャースさんとかね、有名な投資家になるほどそういうのを分かってると思うんですよ。一往復投資なんて言って、要は景気が一番高いところから低いところまでの一往復を耐えられるようなポジションというのは一番いいんだと。例えばその景気の天井で買ってしまった、それがリーマンショックみたいなものが起きたらそこで売るんじゃなくて、またその天井にいつか戻ってくるのを待てるだけの、つまり一往復、景気が一往復するのに耐えられる額じゃないと投資をしちゃいけないんだっていう、まあこれがやっぱり究極ですよね。究極に言ったらそれですよ。うん、それに耐えられないようなものはやっちゃいけないんだっていうね。まあ、例えば$36,000でダウを買ってしまったと、天井圏で買ってしまったら、それが例えば28,000まで下がったと、いやでもそのうち上がるさと思ってまた36,000を戻すまで、まあ分かんないですよ、まあ37,000でもいいですけど、ちょっと利益が出るぐらい、戻すぐらいまで持てるようなポートフォリオを組んでくださいってことなんですよね。まあできたらね、それはもちろん36,000じゃなくて、まあ、28,000では買えないとしても31,000ぐらいでは買いたいですよね。やっぱりだから下がった時に買うっていうのが基本なんです。ただその下がった時に買うのはみんな怖くてできないですよね。さらに下がると思うから。だけど結果的に蓋を開けてみると下がった時に買った人が儲かってるんですよ。やっぱりその下がった時に買うだけのまあ余裕資金があるとかですね、でそのさらにそれが半分に下がったところで買ってもさらに半分になった場合に耐えられるのかどうかとか、その辺ですよね。やっぱり長期で株で勝つっていうともうそれしか考えられないです。いくら自分でね、今までも私もシャープとか高田とかね、もう徹底的に分析して、それこそ
徹夜で分析もしてましたけど、最終的にはねやっぱり超過半みたいなところがありますね。徹底的に分析して自分なりにはやりきったつもりなんだけど、高田の場合は外してしまいましたし、まあ、シャープの場合は当たりましたけど、なんで銘柄分析っていうのはある種もう超過半過なんですよ。それよりも自分の資金管理の方が大事ですね。ポートフォリオの管理、キャッシュがいくらで、株がいくらで、何がいくら何がいくらっていうのを、リスクとボラテリティの管理ですよね。ボラテリティというのは高くなるんです、リターンを求めてしまうと、うん、これはもう絶対そうなんです。絶対安全な資産なんていうものは、まあ、国債ぐらいしかありませんからね。リスクを求めたら必ずボラテリティ、リターンを求めたらリスクが必ずつきまとうんですね。まあそれにしても航空株が上がりませんけどね。これやっぱね、ほっとくと上の方に行くんですよね。上昇気流もあるのか、まあ、こういうふうに何にもコントローラー離すとね、どん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 上に行っちゃうんで、まあ、これをね、昨日 AI にしたんですけどね、 AI、まあ、今日もやってみましょうか。飛行アシスタントでこの AI 操縦をオンにするんですね。そうするとこれあと100回り、今自動操縦になってますけど、あ、今いい感じですね。これね、距離によってはね、もっと上空を飛んだりするんですよね。95回りだからこれ低めを飛ぼうとしてんのかな。このね、飛行、あ、これね、だいたいこういうふうに離陸とアプローチで低くなるんですけど、その巡航部分はですね、かなり上空を飛ぼうとしますんで、アプローチに移動しますか。これどういうことなんだろう。ワープするってことかな。今4番、ん？また下がってきたけど、これはなんで下がるんだろう。まあ、下がってくれる分にはいいですからね。これでほっときましょうか。上がると思ったんだけどな。90回なんでまだまだあるんで、巡航速度で巡航モードに入るともっと上の方になると思ったんだけど、ならないですね。これは良かったです。なぜか低空を飛ぶようになってます。まあこれ今コントローラー手を離してるんですけど、まあ自動運転ですよね。いわゆる車でいうところの自動運転なんで、まあ速度もいいですしね。これ悪くないな。なんでこんな低空を飛ぼうとするのか謎ですね。あんまり低空すぎてもね、景色が見えないんでね。まあこれ一応自動操縦でも
カメラは変えられるんですね、こうやって。あんまりね、このここまで低く飛ばれるとね、ちょっとこう遠くが見えないからね、やめてほしいですけどね。これ変えられないのかな。ファイナルに移動しますか。アプローチに移動しますか。まあね、そのトゥードゥーリストをやらないっていうのは、これはどうしたらいいかというと、もう強制的にやらないんですね。1週間なら1週間やらない期間を、でそれがものすごく読みたくなるんですよ。禁断症状みたいなもんで、禁断症状が出てですね、その記事をねめちゃくちゃ読みたくなるんですよ。読みたくなるというかね、読まないと、まあ、罪悪感みたいなもので、読まないと何か経済的なものから取り残されているんじゃないのか、まあ、そんな風にですね思ったりするんですよね。思ってしまったりして、でまた結局読んでしまうとかあるんですけど、でそれはもう対抗するにはですね、もう放り投げてしまうしかないんですよね。逆療法というかね、逆食療法みたいなので読まない、まあ、これがいいんですけどね。まあなかなかそれがね難しいといえば難しいんですけど、今しばらくどうかな。でも実際問題ね、これから見とかないといけない指標は、もうざっくり言うとね、ISM 製造業とね、雇用統計とね、CPI、この3つだけ見といたらいいんです。もうそれでいいんですよ。あと細かな話をいっぱいやるから疲れてしまうんであって、もう ISM と雇用統計と、ね、CPI。もうそれだけでいいんですよ、言ってしまえば。であれをもうああだこうだ、まあ、その指揮者によって金利の動向こうなるああなるって言ったり、住宅価格の細かいその指標がどうだこうだとか言ったりね、金利がこうなりそうだとか、あと個別銘柄で言ったらこれがこうなりました、ああなりましたって、もう私もその喫茶店でそれ読んでるんですけど、まあめちゃくちゃあるわけですよ、ネタ、経済ネタって言ったら。あと原油価格とかオペックの話とかね、価格上限問題とか、もうねキリがないです、それ やり始めたら。まあそれ大事なんですけどね。まあただ株に限定して言うと、まあその ISM 雇用統計 CPI で、まああとざっくりとそのロシア戦の状況はどうなっているのかとぐらいじゃないですか。もう、それ以上やっても細かすぎてね。
まあ、逆に判断力が鈍りますよ、そこまでやってしまったら。筋トレなんかもそうでね、あの毎日毎日 やりすぎてしまうと回復フェーズがなくなってしまって、あんまり逆に筋肉が増加しないということもあるんですよね。まあそういうこともあるんで、適度に休むことが必要なんですね。それにしても低いな、これ。100回りを切るとこういうふうになるのかな。まあ要はこれ着陸の準備をしてるんですよね。低いところを飛んで着陸の準備をしてるわけです。うん、でもまだまだ遠いんだけどな。60回りって言ったら110キロぐらいありますからね。ちなみにこれ今ビデオカードの負担を見てみますね。あーすごいな、 97% だ。結構パワー使ってますねこれ。やっぱこういう森の木の一本一本を描かないといけないからなのかな。一応これ今ねハイエンドなんですね。全般オプションで、そうですね、ここですね、ハイエンドになってますね。はい、レンダリング品質、これがね、前はビデオカードが一段下の時はあのミドルになってたんですよね。それ一段上げることができたんです。まあ本当はウルトラにしたいんですけどね。まあウルトラはちょっと現状のカードでは無理なんで。まあ最近ビデオカードがね、だいぶ安くなってはいるんですよ。でも、15万ぐらいは最低しますからね。ウルトラにしようと思ったら。対応してるやつは、まあこういうとこにね、集落がちょっとあったりして面白いですね。普段ここまで低く飛ばないんでね、ちょっと発見があったりしますね。やっぱりここもちょっとした町がありますね。まあここまで低く飛ばないとなかなかわからないですよね、こういう集落は。
これ今1000フィートですから300メートルぐらいですね。今ロシア戦争で飛んでいる飛行機はね、大体これぐらいですよ。もうちょっと低いかもしれないですね。これ以上上げると対空ミサイルでやられてしまうんで。まあでもね、最近 YouTube のチャンネル数が増えすぎてしまって、100万人登録があるような人ってゴロゴロいるんですよね。もうあれ確かランキング見たら100万人以上いる人って100人ぐらいいるんじゃないかな、もっといるんじゃないかな。もうね、10万人以上の人なんて言ったらね、ものすごい数ですよ。ですから結局その分広告費が奪い合いになってて、でいろいろ記事見るとやっぱりトップ YouTuber の稼ぎっていうのはかなり減ってるみたいですよね。特にエンタメ系の人なんかはもともと単価が良くないん でそれがさらに熾烈な競争になってると、まあ厳しいわけですよね。 YouTube で食べていくっていうのはあんまりね、もうこれからは考えない方がいいと思いますよ。ただ単純に自分の趣味でやってますとか、うん、その方がいいと思います。 YouTuber というものが成り立ったのはね、多分2018年とか、まあ遅くとも2020年ぐらいじゃないですか。それまではユーチューバーというものが実際にその食べていけるものだったんですけど、それ以降はもうね、チャンネルが増えすぎて無理ですね。もう視聴回数そのものが減ってきているんで、全体の視聴回数は上がってると思うんだけど、それを取り合ってるんでね、まあ、言っちゃえばだから最初1万チャンネルしかなかったものが10万チャンネルぐらいに増えているようなもんですから、視聴者が2倍になったとしても1視聴者あたりのチャンネル数が5倍になっているわけですよね。そうなると1チャンネルあたりの視聴回数というのは5分の1になるはずなんで、まあパイを奪い合いになってると。でかといってその企業の宣伝費がそこまで増えるかというと、まあそこまでは増えないですよね。去年100だったものが今年200にはならないでしょうから、 100が130ぐらいにはなると思うんだけど、だから広告費のパイなんていうものは変わらないわけですよ。まあ、もちろんテレビにたくさん出してたものをネットにたくさん流していくっていう割合はネットの方にだんだん傾いてきてると思うんで、昔だったらテレビ、ラジオ、新聞、雑誌っていう厳然たるものがあったんですけど、最近はもうほとんどね、雑誌っていうものに広告を出す人なんていないですよね。まあゼロじゃないですけど、あとラジオなんかもリアルタイムで聞いてる人なんていないだろうしテレビはテレビでもう年寄りしか見てませんからね。でやっぱりもうインターネット広告なんですよね、ほとんどが。まあそういう意味ではパイはちょっと増えている、多少は増えているのかもしれないですけど、まあそこまで1年で2倍になるようなところまではいかない。で視聴者も1年で2倍にはならないですね。だけどチャンネル数だけはめちゃくちゃ増えてるから、まあ1再生あたりの
取り分というのは減ってきます。おいおいおい、大丈夫かこれ。ギリギリだね。いや、 AI 飛行は楽ですね。もう手放しですからこれ。それに結構面白いですね、この超低空を飛ぶっていうのは。これね、もう設定できたらいいんだけどな、どれぐらいを巡航モードで飛ぶかっていう設定できるとね、助かりますよね。まあ、そういうのは探しても見つからないんで。いやもうすぐですね。ガーナですね。ギニアじゃないです。ガーナです。いやー、この辺はちょっと街がもう首都に入ってるのかな、これは。アクラですね、アクラ。まあもうアクラ入ってると思いますね。ただやっぱりアビジャンより全然高層ビルがないということは、コートジボワールって相当金持ってるんですね。全然ないですもんね。発展度が違いますよね、やっぱり。アビジャンの方がかなり都会でしたから、
こっちはね、低層が多いし、まあ、この辺が中心部なのかな。そうですね、この辺が中心部でしょうね。あれ、これ大丈夫か。あ、こっちに、あ、迂回してぐるっと右に曲がっていくつもりなのかな。あれ、こんな余裕をも取らなくても全然着陸できるんだけどな。まあこの AI の飛行を見てると勉強にはなりますよね。本来これぐらいの余裕を持ってやらないとダメなんですよ。そこみたいですね。あれ、いつ降りるんだ。ん、どこに降りようとしてんだこれ。左の方かな。こっちに降りようとしてんのか。そうだな。こっから曲がろうとしてんのか。なんか謎のルートだなこれ。どこに着陸をしようとしてる？これ。わかりませんね。これ、何でしょう？ファイナル？ん？
ランディングギア出した。じゃああそこに降りるつもりだな。いや、やっぱハイエンドはすごいですね。制裁に書かれてますね、やっぱり。まあでも自分で操縦しないっていうのもね、退屈ですねこれ。実際それやってみたら退屈だなと思います。ただ見ながら喋ってるだけになるんで、やっぱ運転した方が楽しいですね。まあだからね、今後自動運転が流行る、車でも自動運転になるって言ってるんですけど、あれ案外ね、自動運転っていうのはどうなんでしょう、楽しくないですよこれ。今思いましたけどね、自分で運転するっていうのが楽しい場合がありますよね、やっぱり。自動運転ってどうなんでしょう、それどうなんでしょうね。そこはたまにはいいのかもしれませんけど、楽しくはないですよこれ。ずっと見とくだけですからね。どこに降りようとしてる？なんかこれ AI がバグってないか？全然降りないんだけど。でもランディングギア出してるからな。回った、曲がってる。何がしたいのか分かりませんこれ。なんかぐるぐる回ってます。ファイナル。あれ？ファイナルにしたら画面が変わったぞ。ああ、
まあ、結局自分でやる羽目になりました。いつまでたっても着陸しないので いやー、これだけあれば余裕ですね。よし、はい、ご視聴おっとっとありがとうございました。